はい、どうも皆様ごきげんよう。スーパーマリオギャラクシー、今回続きプレイしていきましょう。まず腹ペコチコがですね、バスルームの近くに出ているので、まずそれからいきましょう。ほい、はい。で、腹ペコチコは話しかけてからあげないといけないと。スタピース持ってないということで、どれくらい食うの？400個、なかなかやな。はい、変身ということで、そして新しいギャラクシー虚空アステロイドが生まれた。めっちゃかっこいいね。じゃあとりあえず行ってみましょう。かい、はい、引っ張り眉で飛んでいけ。なに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 、どういうこと？なんかすごそうだな。うわ、なんかきつそうだな。虚空アステロイドギャラクシー、とりあえず目に見えているこのスターピースは全部もらっていこう。で、まあこういうことだよね。こういう風にコインも取れるよと。おい、そういう風に簡単にミスるんだ。へえ、きちいな。なかなかやるな。マジでしっかり狙わないと。オッケー。オッケー。で、こうやって取りつつ、ニアップはしたけれどもおい、嘘だ。この地面に沿って放てばいいだけだからと思ったんだけど、でも問題は、いやー、取れねー。1アップは取れるけど、あー、マジで眉に届かない。なんで眉に行かないんだ。おお、ダメだ。あー、ダメだ、いけない。なんで、おー、いけない。おー、いけない。うわ、あ、いけない、いけない、いけない。あー、ダメだ。嘘だ。あ、いけた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 。よし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 。むずくね。あ、いけた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 。で、こっから。危ねえ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 。え、これスターピースなの？あ、これスターピースなの？全然気づきませんでした。危ねえ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 。さて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 、あ、ちょっと待って。なぎ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 、からか。いや、まあありがたいけどね。多分捕まっているのにも時間制限があるんでしょうね。よしよしよし。うっ、危ない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 。で、こういうことか。そういうことね。はい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 。で、ちょっと待って、こうかな。はい、1アップキノコもある。おい、なんとかいけてる。よし、いけてる。こっから戻った
った方がよくね。ちょっと待って、おかしいことやってる。で、なに今の音は。おっ、OKOKOK、 これ取れた。ほら、あ、ギリいけた。なんとかいけた。後半はなんとかいけたな。きついな。精神的にだいぶやられた今。引っ張り前より飛んでいけ。はい、OK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 。 500個も持って帰ってきた。アホみたいに持って帰ってきた。まあいいでしょう。よし、 OK。 じゃあどうしようかな。まあとりあえずイチャップは先にもらっておこうか。5個届いてますよということで受け取ります。はいはいはい、はい、どうも。これね、いまだに動かないんだよね。じゃあバスルームやるか。バスルームどうしよう。バスルームのギャラクシー2種類空いてて、1個はクッパ軍団系のやつなんだけど、もう一個の方多分さ、三つあるんだよね。パワースターが。とりあえずこれちょっと開けてみて。三つ？バトルロックギャラクシー、まあ、三つっすね。これ一個。クッパスタープラント。これ行こっか。これ行っちゃおう。ね。ちょっと待って。これ行こう。バトルロックギャラクシーは次回ちょっと時間的にいけないかもしれない。魔要塞クッパ砦でのストーリー。おお、なんだこれは。ほう、魔要塞。はいはいはい、チコらしきものがいる。チコじゃないけど、このクイーングランドスターを感じます。でも道中はきっと不思議な罠だらけです。どうかお気をつけて。はい、OK、不思議な罠ね。どんな罠があるんやら。おい、お、イチャップ、ありがたい。はいはいはい、見づらい。お、お、これなんだ。へえ。怖い。なぎ。怖い。離す。あ、重力変わるやつら。矢印よく見て進んでください。はい、降りました。え、辛くないそれ。普通のジャンプでならいける。はい、ここはジャンプしちゃダメ。ではないな。え？そういうこと。でこっちにこう行って、ドッサンの上には乗れんのかな、わかんねえけど、とりあえずこれ乗って。うわ、これぐるぐるされんのきちいわ。お、あー、これはちょっと1アップも欲しい。よし、いいでしょ、確実にな。オッケー、よし、いけたいけたいけた。うう、もうっとーねー。へ、あー、そういうこと。はいはい、うわ、お、よし、いいね。おー、なんだこれ、芸術点が高い。お、やっちゃー。落ちないように落ちないように。あー、怖っ。お、来た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 。え、
まさかとは思うけど、うわうわうわ、やるねお前ね、そういうこと。ルークもやりやがったね、そういうことね。おいおい、あー危ない、あー危ない、風潮、おい、やばいよ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 、おお、くった、そういうことやろうお前。スピンジャンプをよく使いこなした。後ろ太陽やん、あれ。お、なんだなんだ、お前ごときべっちゃんこに踏みつぶして宇宙の塵にしてくれれば、まあ、お前も宇宙規模で見たら塵同然なんだけどな。なぎ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 、お、おお、さてどう戦うのがいいんですか。あー、なんか、よいしょーい、なんだ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 、なんかいろいろ壊させたりするんだね。ダメージを食らってしまった。何かあるはず、違う、痛い、あー、しっぽ、そういうことか。あー、スピンアタックだけでいいのか。なんか偶然見つけたって感じだな。ここにいれば全然いいんだけど、じゃあここにジャンプさせればいいのね。はい、おバカさんで俺は反対側から行って、ほら、もう一回反対側から行けばいいかな。ほら、ああ、え、何故、オッケー、よしよしよし、2回スピンアタック、はいはいはい、早いな、火球が、よし、さあこれいった、たた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 たタイミングよくジャンプするみたいな。カモーン、こっちよ、全然来てくんねえな。おい、ここよ、はい、で反対側に回る、ほら、で反対側に回る、あ、どれ、何、しっかり見極めろ、まだまだか、おら、オッケー、しかし我が輩の計画は進んでいるのだ。マリオ、お前に止められるか。負け惜しみ。お、え、お前そんな姿の消し方できんの。オッケー、じゃあ、はい、よしよしよし、グランドスター手に入れましたね。これで最初6等星5等星だから、次4等星の輝きになるのかな、一応。本当はな、なんだろう、1等星6等星って地球から見た時の明るさとかだから、本当の輝きの強さとか、なんかこう温度とか大きさとかあんま関係ないんだけどね。さあ別の、はい、場所が開けましたね。ギャラクシーコンプリートありがとうございます。はい、バスルームも発見、キッチンも発見、オッケー、グランドスターが戻り奥のドームに行けるようになりました。しかし天文台は星船として動く気配がしません。スターの力がまだ足りないのです。あなたの大切な人を連れ去った者たちはここから一番遠い銀河の中心へ去っていきました。
スターの力が戻れば天文台は銀河の中心まで行くことができます。そうすればあなたの大切な人にも、うん、セーブはします。はいはい、 OK です。よし、であともう一ステージぐらいが限界だと思うんだ。だからこっちに多分新しいギャラ、待って、イチャップキノコある、ここから行けっかな。これどう行けばいいんだ、こっから、え、どう行けばいい、多分ここ行けないよね。そうだね、行けないね。これ逆走するしかない、もしかして。どうやってあの位置アップキノコ取るんだ、どっからか逆走するしかないかな。これママの書斎はこちらです言うとるけど、こっから行くんか、もしかして。え、どっから行きゃいい、もうちょっと逆走していくしかないよね多分ね、これね。え、行ける、待って待って、行けないんじゃないよこれ。あ、行けないっすね。え、じゃああのイチャップキノコどうやって取んのまあいいや、はい、じゃあ今回ラストステージ行きましょう。これな。さあなんだ、バンバンバニッシュギャラクシー、なんか時間かかりそうだね。あ、とりあえず行きましょう。消えゆく床の奏者、奏者、消えゆく床か。じゃあもうほんと時間との勝負っていう感じか。嫌だな、最初はそこで練習させる感じ。とりあえずスターピースだけ取っといて、はい、ここの床踏むと消えます、気をつけて。こういうことだよね。はい、 OK。 途中の床いくつか踏んで消えてしまいました。はい、危ないよねーということでね、こういうこと、怖い、いけるか。ああ、そういうこと、消えてよかった、戻って、もしかして戻ってないやないかい。 OK、 これどうしたらいいの、落ちればいい、あ、落ちればいい、よかった。でも一発クリアだ、どうしよう、時間の方が余ってしまった。はい、 OK です。ギャラクシーコンプリートしちゃった。新しいギャラクシー発見しました。ロゼッタの書斎が開いた、絵本が読めるようになった。え、何それ、絵本、残り時間絵本にする、それとも新しいギャラクシーを見る。新しいギャラクシーがどんなものかちょっと見てみて、短い時間でパッと終わりそうだったらやって、もしそれができないのであれば、まあ、あれだな。絵本読んでみようか。まずは新しいエリア行ってみよう。キッチンだったっけ？こっちだね。光が戻ったら嬉しいなということで。これ、書斎だね、きっとね。ママの書斎はこちらと。これは、おしゃれなキッチンだね。だいぶ上まで登ってきた。はい、さあどうだ、
一応見てみよう。お、あるじゃん。トライアングルバブルギャラクシー。まあ、とりあえず行ってみようかじゃん。はい。大泡に揺られて、え、何、泳ぐステージってこと？ガチャガチャみたいなのもある。どうしたどうしたどうした、墜落したんか。へい、お、スピンジャンプが本当有用。あ、落ちたら一発アウトよってことね。キノコ船が不時着しました。かわいそう。これは毒の沼、落ちるとひとたまりもないですね。風が強いですね。でもあの風に乗れたらきっと気持ちいいでしょうね。風に乗る、どうだ、これさ、キノコ船にぶつけることはできないか。あ、こっちじゃねえな。じゃあ行ってみよっか。よいしょ。とりあえず安全策安全策で。どうしたどうしたどうした、あわわわわわと。ん、話しかけられない、あわわわわ。あ、そういうこと。ヘイ、あの大泡に乗るなら、この伝言バーン様の話を聞きな。大泡に乗ったら A を知ら、そうすればポインターから空気が出るからよ。大泡に乗ったらポインターから空気が出る。その空気で大泡を横から押していくんだ。微妙な調節が必要だが、なんとかなるだろう。どういうこと？あ、そうい、あ、そういうこと。わー、なるほどね。これはゆっくりやらないとダメですね。風に乗ったら気持ちいいだろうなとか言ってるけど、そんなこと言ってる場合じゃなさそうよ。ここギリギリを避けていけない？あ、避けていける。あ、これこっち側から行った方が良さそう。あ、そんなには強くない。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って待って、やばい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 。あ、割れない、割れる。わ、壁に当たっても割れないんだ。なるほどね。あ、了解。それだったらまあ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 。マジ壁に触れたら割れるのかと思って、マジでびっくりした今。これどうしたらいいんだ。あれはいいけど、かけらが向こう側にあるんですよね。こっちに戻ってくんのかな、あいつ。ちょっと待って。お、ここは休憩場所か。戻ることができる場所っぽいな。え、もしかして、え、さっきのってもう戻ってこない感じ。あ、いや、いる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 。あ、いけんじゃん。なんだ、逆らうこと自体はできるんだ。あー、理解。こっち側から行くか。はい、OK。あ、そこ？待って待って。分かってる分かってる。大丈夫。よし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 。ああ、待って待って待って。はい。OK。うわー、すごい。まだあんのかーい。伝言バーン。へい、さっき言い忘れたことを言い伝えておく。ゼップ。おい、乗っていって地面降りたくなったら ZL で降りられるかな。あ、ヒップドロップね。あと、動く壁に挟まれたら、おわ、割れちまうからな。気をつけな。なるほど。動く壁なんてあんのかい。気をつけないとね。カラ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 と聞こえますね。なるほどなるほど、理解理解。待ちましょう。
これで壁触れちゃいけませんとか言われたらなかなかの鬼畜だよね。おー楽しい。今行け。よし。まあまあコインはそんなにそんなに重要じゃないからいいわ。おっと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 。はいはいはい。いいよ。動く壁に今のところ挟まれるようなところではないんだよな。 OK で、伝言ブラウン東上級コース南近道どういうこと。あ、そういうこと。どういうこと。よく分かんなかったけれども、一応キノコがあるけど、まあそんな無理して取る必要はないのかなって思うんだけど、どう思います？ふう。一応キノコ取った瞬間やられたよ。だいぶマリオ残機ありましたね。まあ、とりあえずこっち側から行きましょう。ジャップキノコを取るような努力はしなくても大丈夫でしょう。ああ、いらねえ別に。動く壁に挟まれるとってこれのことですね。まあ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 、ジャップキノコは今はいいや。なぎなぎなぎこれ。まあちょっと動きに合わせてゆっくり行こうか。はい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 。なんでこんなところにグランドスターが。え、わかんない、わかんないけど、まあいいや。え、いいんですかこれ。これコンプリート。大泡に揺られて、はい、あ、コンプリートした、いいんだこれで。おお、新しいギャラクシー発見、いいね。でもバスルームまだね終わってないんだよね。 OK です。じゃあ今回はここまでにしておきましょうね。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録高評価をよろしくお願いいたします。ではではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。